こんにちは。センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の第45回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日から GC に関わる部分ですね。クラスのそのオブジェクトリファレンスをどうやってガベージコレクトしていくかっていうのを考えるということで、ソースコードを触る前にですね、どんな風にやっていくか、どんな方法がありみたいな話を、先に、考えをまとめていきたいかなと思います。はい。でですね、ちょっと44回から間が空いたのは、僕ガベージコレクターは概要について知ってるぐらいで、実際なんていうんです、その GC のインプリメンテーションというか インプリメントしたわけではないので、したことはないので、どんな課題があるのかっていうのを、ちょこっと調べてから出ないと何も進まないなというのがあって、で、ちょっと書籍を読み漁ったりとかしてました。で、っていうほど全部持ってる本を端から端まで読んだわけではないっていうのと、そもそも国内で日本語訳されたGC の本っていうのはあんまりたくさんなくてですね、割と有名なところで言うとこれですね。一つはこのガベージコレクションのアルゴリズムと実装ってやつですね。で、これがこのぐらいの厚みの本です。それから、これ割と新しくてガベージコレクションって書いてありますけど、この本と、なんか中見るとこっちの方がよりなんていうんですかね、ちょっと硬い感じがしますね。こっちの方もやや柔らかい感じがしますが、両方とも興味深いことがいろいろ書かれてます。で、世のそのガベージコレクターのその実装、その処理系というかによって様々なんですけれども、それぞれ代表的なものについて2、3例を挙げながら紹介するみたいなこともやっているので、興味がある方は一回本を見られるといいと思います。この間もちょっと話題に某氏とどうだったかな、ベースキャンプかな、あそこで話をしている時にもちょっとこの話をしてたんですけどね。本はこれた物理的な本という技術書は大抵高いんですけど、でもそうでもないですね。これはですね、3200円って書いてありますね。こっちはどうかな、こっち4200円ですね。ほんで技術書は大抵高い、他の本に比べてね、高いっていうイメージありますけど、彼らがこれだけのその分厚い本を、構想から始めて実際に本として書籍に出版するまでに、例えばああいう綿密な検証とかも含めて書き上げて出すのに多分2年ぐらいかかるんじゃないかなと思うんですよ。もっと早い人いるかもしれないですけど。で、しかもなんか要所要所で書かれてるすごい テクニカルなことについて、なんか間違ってないかどうかってずっと検証しながら、しかもなんか読みやすいかとかですね、いろいろ修正したりとかいうようなコストが、例えばに本2冊書くのに2年ぐらいかかるとするとですね、でもその人がその本を書こうかって思った時には、なんか100% ではないにしても、そのなんか半分かそれ以上の知識はすでに持ってるはずなんですよね、その人が、著者が。で、その著者はその半分の知識を一体何年で獲得したのかとか考えると、5年とか長い、下手すると10年とかいうスパンで得られた知識を 本にするわけですよ。それがね、5000円ですよ。もう激安だと僕は思いますんで、そのぐらいの本であればね、なんとか物理的なお是正がないっていうのもあるかもしれないですけど、ぜひ
いい、これはいい本だっていうのがよくね、あのツイッターとかでも出てたりしますけども、あのぜひなんか買って、あの積んどくでもいいと思うんですけど、僕なんか積んどく派ですけど、なんか積んどいて、あの必要になったら今みたいにね、こうやって取り出してきて読むみたいにするとそのもう莫大な時間、あのかけた時間をあの短時間であの消化できるようになるので、まあ、消化できるかどうかはあれですけど、僕もなんかこれもね、あの一字一句吟味して読んだわけではないんですけども、まあでもなんかこれを一から自分で調べる手間をことを考えれば、まあ、明らかに早いので、あの、まあ、ぜひ本とかね、あの買って読んでほしいなと僕は思います。はい、まあ余談ですけども、であの本、まあ、あのちらちら見てですね、特にあのなんか世 の, あの処理系の実装のいくつか、出てきたのは Java、まあ、Java はよくであの引き合いに出されますけど、 Java とか JavaScript、 あと最近だと Python とか Ruby ですね、あのあたりの実装のこととかあの書かれてました。であの世の中にあるあの大きくその GC と呼ばれているものの実装の方法とか、まあ大別して3種類か4種類ぐらいに分かれるんですけども、まあ読んでて、まあ多分 IL2C にマッチするっていうとこの2つのどっちかかなっていう、まあ結果的にはね、なんか想像通りかなと思ってたんですけど、一つはあのマークスイープですね、マーク&スイープ公式 GC と呼ばれているもの、もう一つは参照カウンターですね、レフカウント GC っていう、まあ2つのうちのどっちを採用するかっていうところかなって、まあ大体早々に線引きしました。でこの2つはあの、GC 全般に言えることなんですけどというか、それを言い始めるとね、この業界全体の話になるんですけど、あの銀の弾丸は存在しないっていう話で、あの GC も様々な方法があって、まああのこっちの方がよりいいっていうふうに言われながら、その採用あの今に至るうちにだだだだ、あのこの方式から始まってこうなって今はこれをやってるみたいな、この方式にしてるみたいに、なんか進化してるように見えるんですけど、そこはね一長一短あって、であの我々が一番よく聞くのは、まあ、やっぱりなんか Java とかね、あの GC をなんかこうなんていうんですか、そのパフォーマンスの利点であり欠点であるみたいな感じでたびたび引き合いに出されるんで、あの方面からよく話がやっぱり聞こえてくるんですよね、じゃあの GC の話題っていうのが。でそれってね、実は偏ってるなって、本を読んでて、ああそうか、偏ってるんだなっていうのを思ったんですけども、やっぱりね、あのこの例えばその Java が流行り始めてもう15年16年で、まあ2000年ぐらいからねガーッと盛り上がってきたわけですけど、それに合わせて結局あのなんていうんです、その Java がサーバーサイドでよく使われた実績が大きかったっていうこともあって、そのサーバーがこうやっぱり右肩上がりにこう性能が向上したんですよね。あの CPU の性能も上がっていったし、それから、メモリもたくさん積むようになった。だから、そういう環境に合わせてこうなんかそういうのの上で動かしたら、今までは諦めてたこの手法が使えるよねとか、まあ、メモリが潤沢にあるからこういう方法でやった方が早くなるよねとか、まあ、そういうトレンドに合わせて、あの環境のフィジカルな環境のトレンドに合わせてなんか改良されてきたっていう側面があります。だからあのごく最近のその JVM ではどんな方式を使ってるっていうのはちょっと僕は Java は分かんないんで、あの分かんないんですけど、まあきっとあの言われてる方式があるとは思うんですが、それはね多分ね IL2C には合致しないと思います。で同時に今例えばあのドットネットだとドットネットコアがあるわけですけど、ドットネットコアで採用している方法もまあ合致しない、まあ後ほど言うとドットネットフレームワークもそうかなっていう気がしますね。ドットネットフレームワークはあの、世代別 GC と呼ばれているやつですね。あの何だったっけな、ジェネ
ジェネリックじゃない、ジェネレーションを持ってる GC ですね。今ちょっと後ろで本読んでチラッと見たんですけど用語が覚えられない。で、世代別 GC もやっぱりなんかこう、ヒープ領域、要するに空きのメモリ領域を分割して管理しなきゃいけないので、仕組みとしては大掛かりなものになります。かつて私がとあるプロダクトを作ったんですけど、それはその世代別 GC の考え方を応用した処理系じゃないんですけども、そういうシステムを書いたことがあるんですけど、それはねやっぱりねメモリが潤沢にあるっていう前提に立って設計していたので、そこの部分については何も困らないというかですね、要するにメモリ足りなきゃアロケットすればいいだろうみたいな、なんか、やっぱりそういう前提に立ってやってたよなっていうのを本を読みながら考えてました。で、なのでですね、その世代別 GC とかが、ここで言うとですね、マーク&スイープの GC が割と初期の頃に Java とかで使われてたんですけど、そういうのに比べてよりベターだっていうことで、採用されるに至ったんですけども、こと IU 通信について言うとですね、大きな目標が2つあったんですよね。それは、1つは、予測可能であること、予測可能性が高いっていうことと、もう1つは、マルチプラットフォームの移植性ですね。そもそも C に落とすっていうところからしてそうなんですけども、あんまりできるだけそのターゲットプラットフォームに依存するところを、可能ならゼロにしたい、どの処理系に持ってってもコンパイルして動かせるみたいなものを一応目標にはしてます。現実には難しいとは思ってますけど目標にはしてますというようなことを考えていくとですね、でごく最近話題になっているその GC の方法は、どれもこれもちょっと無理かなって、例えば OSS でそれもね、なんかミッドライセンスとかで、その GC の、実装、C で書かれた。で、ライブラリとして提供されていて、その、要するに自前の処理系に、こう、簡単にくっつけれるみたいなライブラリとかもあるんですけど、やっぱりね、でかい。フットプリントでかいし、でかいってことはね、予測可能性が低くなるわけですよね。要するに、我々から見てよりブラックボックスの部分が増えていくっていうことになるので、予測しにくい。言い換えるならば、例えば我々が C シャープで new 何々何が C とか言って書いた場合に裏で一体どういうことが起きるのか、せいぜい我々がパッと何もないところから思いつくのはマロクが動くよねぐらいは想像がつくわけですよ。でそれ以上の何かがどのぐらいのその負荷があるのか、どのぐらいのフットプリントを要求するのか、どのぐらい複雑でで ある時に何かこう予測しないところで動くものは何なのかみたいなものも含めてですね、そのランタイムのそのヒープのマネージャーとかですね、その GC のマネージャーみたいなもののコードが大きければ大きいほどそういうのの予測は難しいということになるので、ちょっとさごく最近に言われてるパフォーマンス高いねっていう手法は多分使えないだろうなと予想してました。で実際このマークスイープとリファレンスカウント GC 以外の手法についても本に書いてあったんですけれども、数ページ見てですね、わかるんだけど、要するに効率が良くなるとかですね、高速になるっていうのはわかるんだけど、多分 IL 通信に採用してもしょうがないよねっていうようないうようなことがわかり、強いて言えばあわよくばですけど、その IL 通信のその GC のマネージャー部分をプラカバブルにすることができれば、将来そのより良いその GC の実装にすげ替えるみたいなことが可能になるかもしれないけど、今そんななんか未来の話しててもしょうがないので、バッサリと諦めてもいいかなと。で それで諦めても2つちょっと候補としては残るかなと思ったんですね。で今日はどっちの方法を取るか
まあ結局ね、今ね、傾いてるのはマークスイープなんですけど、まあちょっと利点とか欠点とかみたいなものを明らかにしていきたいかなと思っています。で、どっちがいいかね、リファレンスカウントの方があれかな、なんか馴染み、いや馴染みがいいのは僕がこもしてるからって話かもしれないけど、まあいいや、リファレンスカウントの方から話しましょうかね。リファレンスカウントっていうのは、まあ、参照カウントですね。参照カウントと呼ばれてるんですけど、レフカウント。簡単に言うと、例えば、オゲというクラスを入します。そうすると、こんな感じで、どっかヒープメモリにメモリが確保されます。こいつは、まあ、裏では、マロク、によって払い出されたメモリ空間かもしれないですよね。で、この中にはそのホゲというクラスが持っているフィールドイント A とか、まあなんかストリングまでやってないですけど、ストリング B とかなんかいろいろフィールドがありますと。で、C シャープでやると、これ例えばバーX イコールニューホゲでやると、まあなんかメモリが確保されて、これが、メモリ上に置かれます。そいつに対してメンバーアクセスとかできるんですけど、 F イコール123とかできるわけなんですけど、これなんかもう関数として内部でもう使うことがなくなっても別に何もする必要ないですよね。ボイド、フー。こんな感じで。このフーという関数の中、メソッドの中で、ホゲを入して使いました。で、もうこの X はいらないってなったら、特別に何かしなきゃいけないかというと、何もする必要はない。他取ればいい。他っておくと、この今、スレッドがこう、フーを実行して抜けました。そうするとこの X に保存されていたこのホゲのインスタンスへの参照ですね、これはまあ放置されたままになる。確保されているこのホゲのインスタンスはメモリ上のどこかに相変わらずあるんだけど、まあ中ブラリーな状態になってるわけですね。これはこの行によって X とい いやまあ変数に束縛っていうとちょっとあれかもしれないですけども、まあ変数に代入されている参照が、のでこの、メソッド内ではこの X からこれにアクセスできる。だけどメソッドを抜けるともうこの X がなくなってしまうので、誰もこれを参照しているものがいなくなるね。こういう状態です。で、放置しとくと次々にいろんなものが入されてメモリ上にガーッと作られていく。なんかどん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 、まあこんな感じで、まあホゲかどうかわかんないですけど、他の別にインスタンスでもいいんですけど、まあたくさん作られていくと。で、これ誰も何もしないと結局この全体的なメモリ空間の全てを使い果たして、そしてもうこれ以上メモリが確保できないということで、アウトオブメモリエクセプションみたいなものが発生すると。でそれじゃあ話にならないので、こう誰も使ってないと分かった、誰も使ってないという根拠はこう唯一参照していた、X がなくなってしまったので、もはや誰も参照していないっていう状況を検出して、そういうのがあったらこれを、まあ C 風に言うんであればフリーするこういうような感じで、フリーしてやる。そうするとここに占めていたメモリが解放されるので、次回少なくともこれと同じサイズかそれ以下のサイズのものであれば確保できるっていうことになりますね。でこれがまあ、GC でその必要とされるものの片方、
要するにもう不要になったらメモリを回収するという動作ですね。これまずこれが一つあります、コレクトメモリアンユーズド間違えたユーズドメモリ、まずこれが やらなきゃいけないことです。で、一般的に言われている GC では実はもう一つやるべきことがあって、それは何かというと、この今確保しましたこれをフリーにかけて開放しました、そうするとここは空きの領域になるわけですよね。フリーにかけると、まあこれ例えば30バイトぐらいだとしましょう。次に何らかのインスタンスを例えばニューズしたとする、そいつはまあ25バイト必要だった、そうするとこれ625みたいになるわけですよ。で、そうすると今ここ30バイト空きがあるから、じゃあこれの25バイトなんでちょっと中途半端だけど、ここら辺使用中にする、まあちょっと5バイトはフリーですよね、これ空いているっていう状況にします。で、次にまた何かインスタンスを、じゃあクラスを入手したとします。その、入手しようとしたクラスは7バイト必要だった、そうすると裏では067みたいになるわけですよ。と、これ空き5バイトしかないので残念ながらここ空いてるけど使えないわけですよね。で、そうすると次に空いてるところがないかみたいなのを探して、そこがあれば7バイト取るみたいな感じにするわけです。そうすると、これって全体で言えることは、この中途半端に空いてる5バイトというのは、5バイトの空きを要求するそのメモリの確保の要求でないと満たせないわけですよね。じゃあ今話したようなことがものすごいいっぱいいろんなところで行われると、至る所に5バイトだけの隙間のような空きメモリが発生する可能性があるわけですよ。これね、5バイトしか空きがない、こういう隙間が10万個あったとします。そうするとかける5バイトなので50万バイトは空いてるってことになりますよね、計算上。で、それをその数字だけ見ると、じゃあ、6、例えば配列を確保するために、50万。6、50万ってやったら、取れるんじゃないのみたいな話なんだけど、見ての通りバラバラなので取れない。ので、この確保はできないって話になりますよね。じゃあって言って、じゃあ一体、あるはずなのにおかしいじゃないかということで、これをずっとずっと値を減らしていって、一体いくつなら確保できるんだって言ってガーって試していくと、結局65しか要求が通らない、5ってやられればここに空いてる隙間の5が確保できるみたいな話になるんですね。このなんかそのバラバラになっちゃった空きの領域のことを、そのヒープの断片化というか、断片化っていうんですけど、この状況になるとまあもったいないですよね。本当はこんだけ空きがあるのに全然確保できないっていう話になるのでもったいない。そこでこういうランタイムが介在できるシステム、ドットネットにしろ Java にしろ他のもの Python でもそうですけど、そういうランタイムが介在できるものは、このガベージコレクターがヒープコンパクションっていう機能をサポートして、ヒープコンパクションっていう機能をサポートして、要するにこう5バイトでバラバラになってるやつをこう他にその存在するものを全部詰めて
全部詰めていくんですね。ちょっとこれ最初に書き方がなんか変な立体的になって悪かったんですけど、すごく詰めていって、まあテトリスみたいなもんですね。こうなんか今使用中のメモリをとにかく隙間なく詰める。これ全部使用中です。まだ使用中。こんな感じで全部使用中に詰めておいて、残るその 5バイトの細切れになってるメモリは全部集約して一つの空き領域にする。ちょっと図があれですが、ここはフリー。さっきの例で言うなら、ここが50万バイトあるってことですね。このように詰めれば、全部詰めてしまえばこういうふうになるので、まあ、650万という要求はこれなら受け付けれるようになりますよね。なのでその使用中のメモリというのをこういうふうにこう詰めて、例えば何だろうな、こう貨物の倉庫みたいな感じだ、倉庫に適当に入れてったらぐちゃぐちゃになって、なんか大して荷物を入れていないのにもう倉庫がいっぱいみたいな話になるんですけど、そこでまあしょうがないからって言って全部荷物を整理整頓してこうきれいに詰め込んでいく、テトリスのように詰め込んでいくと、そうすると全体としての空きが生まれるみたいな話ですね。っていうのを、そういう作業のことをヒープコンパクションと言います。でその機能をサポートしてやることで、つまりその GC の動きの一部としてこういう作業をしてやると、そうすると新たなその空き領域の要求が満たせるようになる、簡単に満たせるようになるということで、大体世の中の実装はこのヒープコンパクションという機能もサポートします。でこれらまあ当たり前のように語られているんで、この2つについて両方とも満たすものがガベージコレクターと呼ばれているんですが、まあ実際には違う概念です。で我々がやる IL2C をどうするかという話なんですけど、上しかやらないってことにします。つまりヒープコンパクションしないってことですね。だからヒープコンパクションしないということは、つまりさっき挙げたようなその最終的に5バイトだけの断片になってしまうという可能性もゼロではないです。でこれが致命的な問題を引き起こすかどうかっていうのは正直なところよくわかんないですね。ただなんでこれをやらないのかっていうと、まあ一つはまあこれの実装コストももちろんある。これの実装した時のフットプリントもそうだし、それからキープコンパクションっていうのは大抵処理が重いんですよね。なんでかというと、こうメモリを移動しなければならない、バラバラになってるやつを移動してこうやって詰めないといけないので、大体においてコストが高いです。移動コストが高くなる。で、それがですね、例えばゲームとかのバックエンドのランタイムライブラリでいきなりガベージコレクターが動いて、そのゲームやってるところで、アクションゲームなんか特にそうですけど、途中でグググってなんかこうカクカクってなるとか、なんかそういうようなそのエクスペリエンスに影響するみたいな問題が発生したりするんですよね。まあそれはヒープコンパクションのが発生している可能性があるんですけど、まあそういうようなことが起きる、逆に言えば起きないやらないので、ヒープコンパクションやらないので逆には起きないです。でこれね、本当はサポートしないとすると、そうですね、まあメモリが潤沢にある環境だと問題が起きにくい可能性はありますね。要するにさっき例で挙げたような極端なその5バイト ずっと5バイトのもうなんか空きしかないみたいなそれが散乱してるみたいな状況は、まあメモリがたくさんあると可能性としてこういうとある部分が使われてはなくなりみたいなことが頻繁に起きるわけで、その可能性としてそういうのを繰り返してるうちに、その
こんな風に綺麗に空き領域が一つになることはないけれども、そのある程度の大きさの空き領域が、まあ、適当なかあの可能性で取得できるっていう、そういう可能性が上がると思うんですよ。なのでそのメモリ領域が大きければ大きいほどそんなに心配することはないなとは思いつつも、ただ、それは例えば我々がこの IL2C で目指している例えば AVR みたいな8ビットマイコンみたいなものだとですね、8キロバイトとか4キロバイトとかそんなラム、要するにリードライトアクセスできるメモリがそんな大きさしかないので、まあ実はじゃあやっぱりやった方がいいんじゃないのみたいな話はあるんですけども、まあやらないです。やらないことにします。でもう一つの問題は、これをやろうと思うとそのヒープについての知識が必要なんですよね。知識と言っているのは、現在動いているとしてヒープがどんな状態になっているのかというのを知ることができる何らかのこう情報が、実行時の情報が必要です。でこれは例えばマロクとかフリーとかも含めて全部自分で一から作りますと、そのじゃあ、組み込み機器向けでそのメモリマップとかも自分で管理するっていう状況だったら、例えばここメモリのその、RAM の開始位置がアドレスいくつで、で終わる位置がいくつですとかいうのがあって、もう ここのメモリ領域をどう使うのかを全部自分で管理しますっていうことであれば、多分ヒープコンパクションもついでにできると思うんですよ。なぜかというとまずマロクとフリーがそういう世界にはないので、マロクとフリーを作らなきゃっていう話になり、マロクとフリーを作るには、どのメモリが使われてるか、あるいは使われてないかっていうのを自前で管理しなきゃいけないですね。これはリンクリストとかでやればまあベーシックなやつは作れると思うんですけども、それをやるってことは同時にこの今現在メモリがどう管理されてるかっていう情報も自分で持っているので、そういう情報に容易にアクセスできますよね。その情報さえあればコンパクションできますよね。なんかこうここが空いててここがなんか使われてるから、あここを詰めればいいよねみたいなのが簡単に分かるわけですよ。ところがそういうなんかいろんなマルチプラットフォームというよりはですね、まあなんかまあマルチプラットフォームでいいかな、さまざまなその処理系とか、まあ C 言語前提ですけど、さまざまな処理系を想定した場合に、大抵そういう処理系には独自のヒープ管理システムが入っていて、マロクとかフリーとかはサポートされてるんですよ、すでに。でそいつらは内部で今言ったようなことをそのリンクリストでその空き領域を管理するってことはやってるけど、そこは非公開なんですよね。オープンソースのファームウェアとかだったらもちろんソースを見ればわかるんだけど、でもそれ実行時にそのポインターの管理とかなんか構造体へどうやってアクセスするかみたいなことっていうのが公開されてなかったりする。例えばパブリックシンボルじゃないとかね、いうようなことで普通はその情報にアクセスできない、あるいはアクセスしにくいっていうことがあるので、我々がそのファームウェアを経由して見えてることというのはせいぜいマロクで指定されたメモリが確保できて、でフリーで開放できるっていうことだけで、その管理内部で管理されているヒープがどんな状況にあるのかとかいうとさっぱりわからないわけですよ。じゃあファームウェアが起動したときに、もうとにかくその考えうるメモリ最大値に近いメモリをマロクで確保して、であと自前でなんかそこの中を自前でヒープ処理、ヒープのその制御をして、自前マロクと自前フリーを無駄だけど作り、なんか動かすかみたいなこと話なわけですよね。でまあやれたらやりたいけど今やることではないなと。我々の今のシステムは GC が動いてないという状況なので、まずは動くようにしたいですよね。のでちょっとそこまで踏み込むのはまだ時期が早いかなと思っています。多分ですね、ヒープコンパクションもやりたいなっていう話に なる頃にはですね、ひょっとするとですよ、やる気になればですけどやることを考えるときには、既存のそのフリーのそういう GC の実装を持ってきた方が早いかなっていう話になると思うんですよ。
で自分で全部一から実装するにしろ、そういうフリーの実装を持ってくるにしろ、やはりフットプリントが増えることが避けて通れないっていうことなんですね。そういうあの複雑な処理をしなければならないので、なのでフットプリントが増える。なので、まあ、そこにはやっぱりトレードオフがあって、実際なんかそれがやれる段になってですね、なんか改めてなんかやるかどうかを考え直さないといけないかなとは思います。まあさっきちらっと言いましたけど、一番ベストなのはこういう GC の実装をプラガバルに変更できる。俺はなんかこの方法の GC を採用したいからって言って差し替えれるような構造にできれば、まあ一番いいかなと思ってるんですけど、まあ今それやっぱりそう考えると今それをやる段階ではないなというふうに思うので、なので今すぐにはこのヒープコンパクションはやらないっていうふうに考えています。まずこの選択ですね。選択が理由が長い、非常に長い。はい、まずこれが一つです。なので目標としては、結局のところは簡単に言うと丸くするタイミングは分かるんですよ。ニューとか要するに、IL でいうところのニューオブジェとかですね、まあ、今やってないけどニューアレイとか辺が呼ばれた時にきっと丸くされるので、で丸くのタイミングが分かる。だから丸くに落とすコードもどうすべきかっていうのは大体分かるし、この間作った丸くはするけどフリーしないっていうので、まあほぼ実現できてますよね、そういう意味では。じゃあいつフリーできるのかっていうのが問題になるわけです。なのでまあヒープコンパクションやめて、コレクション使われてないメモリをコレクションするっていうのをどうすればいいかということに、まあ、注力するということになりますね。で、それをどうやるか。で、ようやく、最初にちょっと話をし始めた、2つの方法と言っている方法のうちの、リファレンスカウントの方式の方を話をすると、レフカウントですね。レフカウントっていうのは、そのために図を書いてたもんね。消しちゃった。ホゲというクラスを入します。しますね。で、X に代入したとします。X イコールみたいな感じで。で、こいつはまあ、例えば20バイトのメモリを確保しているとします。もちろん丸くで確保します。で、この時、仮にこの x イコールニューホゲの次にですね、まあバー y イコール x みたいにしたとしましょう。あまり嬉しくないかな。こうした方がいいかな。ちょっとここの部分はですね、じゃあちょっと書き直して、例えばボケの括弧風、こんな C、 これ C シャープですね。 C シャープのこんなメソッドがあったとします。ニューホゲホゲクラスを入します。で、リターン X で返します。まあ1行で書いても一緒ですけど、っていうふうにします。で、内部で行われることって、まず6、20でメモリを確保して、で、まあコンストラクターが走り、そしてそこへのおそらく C でいうところのポインターですね。ポインター、まあ、括弧、例えばローカル0に、これはポインターですみたいな。なんか、ポインターに入ります。で、リターン X されるってことは、そのポインターが、戻り値として返されるみたいな感じになるわけですよね。
で、この時ですね、例えば一番なんか、まあ、全然ダメなんですけど、一番簡単なその解放の仕方として、ここにフリーと入れる、フリー X みたいなコードを、この抜ける直前にですね、入れてやるみたいにすれば、そうすればまずなんかこの捕鯨加工したものがリークする心配はないですよね。で、これ説明逆だったな。説明逆だったんですが、ちょっとだけ忘れて思い出してほしいんですけど、すいません。ボイド。もともとボイド風だとして、ニュー捕鯨します。で、ここで内部的にですけど、内部的にフリー、カッコ X。みたいにすれば、メモリリークしないですよね。このメソッド抜けるときにはここで加工したメモリが解放されて問題ないという話になるんですが、今言ったようにこの X を戻り値として返したらどうなるのと。メソッドをこういうふうに変えて、で今加工したこれをリターンで返すとしますと。そうするとフリーするわけにいかないですよね。ここでフリーしちゃうと、そうするとなんか無効なポインターを返してしまうことになるので、フリーはできないので、実装としてはこうなると。じゃあ一体いつ解放すればいいのって話になるんですが、じゃあこいつを呼び出しているバーというメソッドがあり、こいつは、フーを呼び出して、バーはフーを、フーを呼び出すことによって、ここで生成されたインスタンスの、まあ、ポインターですね。C でいうとこのポインターが返ってきて、今ここに来て、そのポインターが来てますと。これはまだフリーされてないから、動きとしては合ってますよね。特にもあの問題はこの時点では起きない。で、この後、これ C シャープで書いているので、C シャープで書いているので、クラスがあり、クラス ABC、見えてるか、ギリギリ見えてるか、みたいなのがあります。その中のメンバーメソッドだとします。こいつはメンバーのフィールドを持っている。例えば Z、 あ、プライベート捕鯨の参照が保持できる Z というフィールドが宣言されている。で、ここでバーで受け取ったインスタンスへの参照を Z に代入する。で、書いたとするじゃないですか。もし、こいつ、フリーって入れるのがまずいからって言って、今、削除したんですけれども、その削除するかしないかの基準を、ここで、その確保したメモリを、こう、外へ返したから否かみたいな基準で、フリーするかしないかっていうのを、やった場合ですね。ここまた問題になりますよね。これ、このメソッドの中で結局この X が使われなかったからどうするかって判断になるんですが、そもそもここって new してないじゃないですか。 new してないので、このたまたま今手元にある参照 X は誰が確保したのか、丸くしたのか、そして自分はこれを解放する義務があるのかどうかっていうことが全然わかんないんです、この状態だと。ましてや X を Z に入れているので、このフィールドに、ね、入れているので、じゃあ Z に入っている参照は
誰が解放すべきなのか、誰が責任を負っているのかっていうのはわけわかんない。誰が責任を負っている、誰も責任を負ってないみたいな、そういう話なんですよね。だから、仮にですけど、ここにフリーを入れるわけにもいかない。入れてもおかしいですよね。フリー X って書いちゃうと、こう Z に入れてあるこれは無効ポインターになってしまいますよね。じゃあこれフリーを消してこうなくしたとするならば、じゃあ一体いつこのニューホゲされたものが解放されるのか、このじゃあ外側にあるこのクラス ABC をニューしてるやつが誰かいるから、そいつが責任を持つんじゃないのとかいう考え方もありますよね。だけどこれ今インスタンスメンバーで書きましたけど、これスタティックなメンバーだったらどうなのか、ここに代入されている参照は一体いつ解放されるべきなのか、あるいは解放されないべきなのか。いや、これはスタティックだから、言ってみればグローバルフェンスに相当するわけで、アプリケーションというかですね、このプログラムが死ぬ時まで残しとけばいいんじゃないのって考え方もありますよね。じゃあここで今取得してきた参照を Z に代入してるんですけど、この代入する直前に入っていた Z の参照はどうなるのと。これ最初ヌルが入ってたとして、ヌルだからヌルだったらまあいいですよね、入れるだけのことなんで。だけどなんか全然別の参照をしていたとする、こいつがなんかとあるホゲ、別のインスタンス、まあ仮に2としておくと、それを参照してました。これ上書きしているので、これへの参照が切断されます。これはいつ解放されるべきなの。いや、参照しなくなったんだから今この場でフリーすればいいんじゃないのみたいなこともありえますよね、考え方も。でそれコードで表すと、ここにフリーかっこ Z で、まああるいはヌルチェックはしてもいいかもしれないですけど、まあ仮にこういうコードを入れればいいんじゃないのって話になるじゃなるとするじゃないですか。でも実はこいつは全然別のクラスからフィールド経由で参照されてるとするじゃないですか。あ、じゃあここでフリーしちゃまずいですよね。フリーするといきなりこれが消えてなくなるので、これ無効な参照になってしまいますよね。というわけでですね、これは簡単な話ではないですね。で、参照カウンターっていうのは、これをどう解決するのかというと、このインスタンスにそのまさに参照しているカウンターの値を保持します。カウント、まあこれイントとかでいいです、別にカウントできればいいんですけど、まあオーバーフローしない程度のもので持っておきます。で、生成されて何かに代入するときにこれをインクリメントする、まあちょっとプラプラにしておきます、インクリメントする、それから別の変数に入れるときもインクリメントする、要するになんか参照しようとするものが増えるたびにインクリメントするみたいな約束ごとにしておきます。同時に参照しなくなるごとにデクリメントします、このカウンターの値をね。で、ニューされた直後に X にこう最初に入れるので、なのでこれは1になってますよね、最初の時点では。つまりここかな、この時点ではこの時点では1になってます。でここでリターン X ってやると、これって戻り値という名前はついてない何らかの変数に一旦入るみたいなイメージがあります。これは IL 上で、まあ、まさに IL 通信で書くと分かるんですけども、 IL 通信にかけるとスタックに一旦積むじゃないですか。でその値を参照してリターンするみたいな風になるんですけども、なのでここで一時的に2になるんですよ。でその後この風を呼び出したところへ戻ってくる瞬間にまた1になります。そしてここの X に代入されるみたいになりますね。で今ここの X に戻ってきた時点で1のままです。フリーはいつ呼ばれるかというと、
デクリメントしたときに、if dec が0、この参照カウンターの値が、そのデクリメントしたときに最終的に0になった時点で解放します。今のようなルールで、例えば、この x を z に代入するってやると、そうすると参照するものが増える方向になるので、これでまた2になりますね。でこのバーを抜けるじゃないですか、これが終わると抜けるので、これ紛らわしかけします。抜けると、そうすると x を参照するものがいなくなるので、デクリメントされて1になります。結局のところこの z に代入されている状態で、このホゲのカウンターは1になってるってことですね。になっている。誰かがこの Z に対して null を代入しようとすると、 Z のこれはもはや参照されなくなるので、デクリメントします。そうすると1から1を引けば0になるので、この条件に満たされて、その時点でフリーされる。もはやこのホゲは使用されなくなったということで、それでわかる。さっき言ったような、もしこういう別にも参照しているものがいるとすると、ここにもともとあったインスタンスが、こいつを指していて、ややこしいんですけど、こいつを指していて、こいつが今、2になっている。ここから参照している分と、こっちから参照している分で2になっているとしますよね。ここで、新しく生成されたホゲのインスタンスを代入しようとすると、まずこの参照が消えるので、この時点でこれをデクリメントすることによって1になります。1なのでまだ生存してますよね。それはこの図の通りですよね。こいつが参照しているから、その分1になってるわけですよね。でこれ今ヌルの状態で、そして改めて今確保したやつが代入されるので、ここに残ってるものは1になるというような流れですね。こういうふうにすることで、インスタンスが不要になったかどうかっていうのを検出することができる。まあ、突き詰めていくと、一体誰がこのインスタンスを参照しているのかっていうのをカウンターで管理しているってことですね。参照し始めたらインクリメントして、参照しなくなったらデクリメントするっていうのを数えれば、誰も参照しなくなれば、それはもちろんゼロになりますよね。っていうやり方が参照カウントですが、これはまあよく言われているように問題があって、イレーザーが落ちてました。問題があってですね、相互参照に弱いというか、相互参照を解決できないんですよね。これまああんまり詳しく参照カウントの方式を説明する場ではないので、あんまり詳しくは言わないですけども、ざっくり言うと2つのインスタンスがあって、2つインスタンスを生成しました。でお互いがお互いを参照するような状況を作ってやる。例えばこいつのフィールドに、まあ両方ともホゲのインスタンスだとする。インスタンスは別なので2個インスタンスがあるという状況ですね。で両方ともフィールド A があり、片方のフィールドはもう片方のインスタンスを参照し、こっち側のA はこっち側を参照しているという状況、これが相互参照の状態になっています。この状態で、まあ、例えばメインのプログラムがこの2つのインスタンスを生成して、こういうふうに相互参照の状況を作り出したとします。そうすると今、多分このメインのプログラムは両方のこれを指しているので、それぞれの参照カウンターは2になってるような気がしますね。でメイン抜けるじゃないですか。まあちょっとメインって名前は悪かったかもしれないけど、まあ抜けるとこの参照が不要になる、なくなるので不要になります。だからこれらをデクリメントします。と何が起きるかというと、何も起きないんですよ。何も起きないというのは、これ
客観的に人間の目で見るとこの両方の捕鯨はまあお互いを参照してはいるけどまあもう必要ないよねっていうのが分かる。ですがこれを方式でやってると誰にもそのことが分からない。まだこれカウンターが1位ですよね。両方ともゼロになってないので、フリーされないですよね。お互いにフリーされないので結果としてフリーされるず、こいつはメモリーリークするっていうことになります。参照カウンターの方式の問題点はこれですね。で、まあこれをどう解決するかっていう方法があるんですけど、C++ には、こういうその参照カウンターで管理するっていうまあおいしいクラスがあって、テンプレートクラスがあって、それはスタンダードシェアドポインターっていうのがあります。これを使うと任意のクラスに任意の型に、参照カウンターを導入して、で、ポインターの扱いを楽にしてくれる。スコープ出るときにデストラクターが自動的に呼ばれて、でカウンターがデクリメントされて、それがゼロになったらフリーされるみたいな、デリートですね、デリートされるみたいなことを自動的にやってくれる、そのシェアドポインターっていう便利なクラスがあります。ですがこれを使うと今言ってたことは簡単に実現できるというか簡単に引き起こせます。でそれに対してよく言われているのが、同じくライブラリに、ウィークポインターというのがあり、片方をこれにする。片方っていうのが問題なんですよね。みたいな。で、片方をなので、こいつは、シェアドポインター。みたいに、使い方を分けなきゃいけないんですね。まあ、あるいはここをウィークにしてもいいんですけど、まあ、このメインから参照するときにはシェアードポインターとして扱う。こっち側もそうですね。こっち側についてもそう。っていうふうに、シェアドポインターとウィークポインターという2つのテンプレートクラスを使い分ける必要があります。これ何を意味しているかというと、所有権を握っているのは誰かっていうのをはっきりさせる必要があるということを言っています。シェアドポインターを使っているコードが所有権を握っているんですよ。で、我々さっきなんかこれは直感でこの捕鯨は必要なくなったっていうことを言いましたけど、なんでそれが直感でわかるかというと、まあこの2つのクラスのインスタンスはメインが握ってるよねって見ればわかるからですね。メインが生成して、メインがなんか捕鯨に対して何かをして、でその用事が終わりました、終了っていうので、所有権は言ってみればこのメインのその関数が握っていたという言い方ができます。なので所有権を握るやつがシェアドポインターを使う、そこから派生して、ポインターを管理しなきゃいけないものが全部ウィークポインターを使うというふうにきれいに使い分けできれば、そうすれば問題ないですね。これで抜けると、そうするとウィークポインターっていうのは、ウィークリファレンスっていうんですけど、弱参照というんですけど、なのでお互いがこういうふうに相互参照していたとしても、カウンターの値とは関係なく、もうその元となる所有者の所有権が失われたので全体として不要というふうに判断できて、でこれから抜けるときに解放されます。なのでC++ でコードを書くときに、参照カウンター方式を使うんであれば、このような誰が所有権を握るのかをはっきりさせさえすれば、こういうふうに相互参照によってメモリーリークするってことがなくなるという見方ができます。なんですが、これは無理ですね。IL の世界では無理です。
なぜかというと IL のオブジェクトリファレンスというのは所有権が曖昧ですよね。誰が持っているのかというのは、あのコードを記述した人、設計した人にとってみれば、まあこいつが所有していることになるよねっていう曖昧なものはあるんですが、でもそれはなんか設計として頭の中にあるだけでコードとして表現できないんですよね。誰が所有しているものかっていうのを完全に表現できないので、あのしかも IL 上で表現できないので、機械的に判断するのは非常に難しいことになります。ので、基本的にこのウィークポインター方式、ウィークポインターを使って回避するっていう手法は、ああいうなんか全てのオブジェクトリファレンスが等価だとみなされているところでは多分難しい、やる方法あるのかもしれないですけど、あの非常に難しいと思います。ということがですね、その参照カウント方式はあのそれを除きさえすれば非常にシンプルでいいんですけど、しかもあの解放すべきタイミングが非常に分かりやすいので、あの我々が目指しているその予測可能性ですね、予測可能性を向上させるっていう意味でも非常にいいんですけど、残念ながらこの方法は取れないかなというふうに思っています。これが参照カウンター方式ですね。で、じゃあまあもう一つの方法が、まあ Java の初期の頃から使われてたあの方法ですね。あのよく GC の基本的なあのベーシックな実装ということでよく言われていると思うんですけども、マーク&スイープという方法ですね。マーク&スイープ GC と、これは簡単に言うと、現在使われているとみなせるすべてのインスタンスにあのマークをつけていくんですね。バーッとマークをつけていって、マークが漏れているやつはもう使われてないだろうから、それらは全部あの解放できるとみなすみたいな、そういう考え方です。一例で挙げるなら、まあなんかこうメソッドがあり、ここの中から次々とインスタンスを作ってるとします。まあ別にあの補言でなくても、あのさまざまなあの何でもいいんですけど、クラス、要するにヒープ管理すべき対象のインスタンスを次々と入してるって状況があるとしますよね。でさらにここから foo というメソッドを呼び出します。そうすると foo のメソッドの中でもまたなんかいろいろ入します。まあ例えば bar、 こうインスタンスを入します。でですね、foo はバーをいい加減使ったらそのまま放置して抜けたとします。もう使わないからってことで抜けました。まああれかな、それのうちの一つはリターンで返してみましょうかねバー、せっかくなのでこんな感じで、この2番目のバーをリターンで返したとしましょうか。で、こいつはそれを受け取り、何かをしているという、今こういう状況だとしますね。で、今実行しているところはここ。ここら辺の何かを実行中。ここにいる。この時に GC がもし走ったとします。まあ GC をね、走らせるタイミングについてもいろいろあるんですけども、まあ走ったとします。そうするとですね、GC はですね、現在使用中かもしれないインスタンスにマークをつけるという作業をするんですよ。
使用中と使用中かもしれないと見なせるってどういうことかというと、例えば今メインの実行中なので、このメインの中でこの new で参照しているこれらのインスタンスはまあ使用中と見なしてもいいかもしれないですね。本当は違うかもしれないですけど、っていうのはもうここで確保したホゲはこの foo を呼び出して以降全く使ってないとかいう可能性ももちろんあり得ます。その場合はまあ解放使われてないと見なしてもいいかもしれないですけども、まあそういう複雑な判定をしないんであれば、まあ少なくともメインメソッドの中にいる限りこいつらは使われる、再び使われるかもしれないので、まだ使用中と見なせる、使用中と見なせるものについてマークをつけていく、こういう感じでね。で今はあの foo を呼び出しても戻ってきた後ですよね、ここにいるので。ということはこの foo の中で確保されたこの3つのバーはどうするのかという話になります。だけどそのうちの一つは実はここで ここにバー2への参照をほじってますよね。なのでこのメインを解析中にバー2の参照に先に、つまりこれですけど、これについては分かるのでこいつにもマークがつくんですよ。ですが foo の実行はもう終わっているので、実はこのバー1と3についてはどうやってもたどり着かないですよね。もう終わっちゃってるのでたどり着かないです。つまりこれってチューブラリーな状態でメモリ上に置き去りにされているインスタンスということになります。でまあ当然追えないのでマークはつけられないですね。あれの周りにもつけられない、つけられたのはこのバー2だけど別にこの中に入って確認したわけではなくて、ここの手元にバー2を参照しているそのオブジェクトリファレンスを保持している変数があるから、だから探索できたっていうだけのことですね。こうやってマークを探索可能な範囲にあるものに全部マークをつけます。このマークが終わったらマークがついてないやつを殺します。つまりこれとこれ、これはもう不要ってことで、まあ IL2C 的に言うんであればフリーを呼び出して解放する、こうですね。これでガベージコレクション完了ということで、マークスリープっていうのはまあ基本的な動きとしては割とシンプルです。実装については考えなければいけないことがいろいろありますが、そのうち、今回手を抜いているのは、ヒープコンパクションをしないという前提ですよね。なので、まあ、先ほどから何度も言ってますけど、ニューしているのは裏で丸くしている、そして今フリーしたこれらについてはフリーを呼び出している、解放している。とで、マロクにしろフリーにしろ、一度マロクされたものは、固定のアドレスに存在して動くことは絶対ないので、ヒープコンパクションはまあ実現できない、しないっていうことになりますよね。我々はこのマロクとフリーを呼び出すことでとりあえずメモリの確保と解放だけができるっていうことを前提にしているので、ヒープコンパクションはしないと、できないということになります。はい。で、動きとしてはこんだけのことなんですよ。だからそんなに難しい話ではない。 GC が動くタイミングというのをどう考えるかというのが次の考えることなんですけども、まあマロクはいいんですよね。入されるときにマロクすればいい。でフリーをどうするかなんですが、一つはマロクをするときにメモリがこれ以上確保できないっていう状況に陥ったら、そしたら GC する。GC っていうのはその今言ったマークしてスイープするという動作を実行する。まあこれをコレクトというんですけど、コレクション。ガベージコレクションのコレクションですね。これコレクトの動作っていうんですが、それをやるタイミングの一つはもうこれ以上メモリ確保できませんって、マロクしようとしたら、これちょっと確認してないんですけど、Linux とか、まあ、Windows とかでもそうです
そうですけど、メモリがこれ以上確保できないっていう場合は、マロクが0を返す、まあヌルポイントですね、ヌルポイントを返すっていうことに約束事としてなってたような気がします。まあここはすごく重要な大前提ではあるんですけど、ひょっとして何らかの実装ではそうならない可能性があり得るので、なんか移植するときには注意する必要があるかもしれないですが、一応それを期待します。で、確保できなかったらコレクション動作を実行すると、多分不要なオブジェクトが解放されるので、それからもう一度マロクすれば確保できる可能性がありますよね。まあこの時にそのさっき言った断片化が、あのフラグメンテーションが発生していると、ひょっとしてダメかもしれないですけども、そういう時にコンパクションできれば確保できる可能性が増えるけども、まあ今それやらないとしているので、まあフリーしたらこの空き領域を使って確保できるかもねということは言えるということですね。で、だけどそれってもう本当にメモリが逼迫してからでしかできないので、まあ他の実装系に影響を与える可能性がありますよね。例えば、サードパーティーのライブラリを使ってる場合に、そのライブラリの中でマロクを呼び出してたりすると、なんかエラーチェックがなんか貧弱だったりして、ヌルが返されることを確認してないとかですね、そういう実装ってありえますよね。まあかなりありえるような気がするんですよ。なのでそもそもそのマロクがゼロを返すって状況にはできるだけ遭遇させたくないって考えると、まあちょっとタイミングとして遅すぎるような気がするんですよね。まあ安全のためにマロクがゼロを返してきたら、そしたらコレクションするっていうのはやっといてもいいと思うんですけど、まずそれが一つ。じゃあそうじゃないとすると、一体どこでやるべきかということなんですが、まあこれはなんかそんなにいろいろ言われてるパターンというのはなくて、例えば定期的に実行する。定期的っていうことは、まあ要するになんかタイマーかなんかで定期的に実行するって話なのか、それか、例えば今パッと思いつく方法で言うと、こうメソッドの出口で必ずそのコレクト動作をさせるとかいう方法もまあなくはないですよね。それあまりにもなんかコスト大きいんじゃないかっていう気がするんだったら、少なくともこのメソッド内で参照を扱ってる場合だとか、入してる場合だとかいう条件で、そのコレクトメソッドを、まあこういう、例えばですね、コレクトという関数を用意しといて、でここからこう呼び出すと、で呼び、このコレクトを呼び出すそのコードを挿入するかどうかは IL2C でその内部を解析しているときに、このメソッドで何らかのインスタンスを入したりしている場合は、なんかコレクトを呼び出すコードを挿入するとかすればもうちょっとマシかもしれないですよね。まあでも、どうなんだろうな、タイマーでやるのがいいのかな。あるいは、確か現在ヒープにどれだけの空きがあるかというのを取得できる関数が用意されている場合があります。マロクとかフリーとかのついでに。なのでそういう関数を呼び出して、まあなんか式位置を下回ったら、そしたら呼び出すみたいなことをしてもいいかもしれないですね。マロクの時に、マロクする時の条件に、マロクしたらヌルが返ってきたらコレクトしてもう一回マロクするっていうのと、それとマロクする前に現在の空きを調べて、空きがあまりにも少なかったらコレクトを呼び出してからマロクをするとかですね、なんかそのようなことをすればもうちょっとマシになるかもしれない。まあそれプラスそのさっき言ったようにタイマーで時々やるみたいなことをしてもいいかもしれないですね。実際にはですね、どうなんだろうな、なんかドットネットフレームワークの動きとか見てると、メインのコードが何もしない。例えばスレッドクラスにスリープっていうメソッドがあって、それで何もしないっていう状況を作り出せるんですけど、スリープしてると GC も全く動かなかったりするんですよね。だから大量のメモリを確保しておいて、それをチューブラニンにしておく、誰も参照しないっていう状況を作り出しておいたとしても、なんかね、動かないと動かないみたいなんですよ。なんでやっぱりそこにはね、なんか いくつかGC、 要するにコレクション動作をさせるタイミングというのは、なんかいくつか考えることがあって、で最適化しているような節がありますね。
っていうような高度なそういう判定をしてやるっていうのもありますよね。まあ高度って言ってもできること限られてるんでなんでそんななんかすごいあのスケジューラーじゃないですけど GC のスケジューラーにすごいあのフットプリントのものを実装してもしょうがないと思うんで、まあまあやれることというとこんな感じですかね。でマークスイープのやり方としてはこの通りなんだけど、さらなる問題としてこれを現実にどう実装に落とすのか、 IL2C で変換したときにその C のソースコードとしてこれをどうやって実現するのかっていうのが大きなポイントになると思います。まあ次回ちょっと今回はここで切って喉が疲れてきたなんで、次回はその辺の、C に落とすときにどうやってこれをやるかみたいなことを考えるところからあの開始したいと思います。なんで、ちょっと今回はこれで、一旦切ります。ありがとうございました。